運気が上がり続けている人は、実は共通する言葉を使っています。ようこそ。予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えしていきますので、今日の動画を最後まで見て、あなたの運気を上げていきましょう。覚醒している人が使っている運気が上がり続ける言葉についてお話していきましょう。あなたは毎日どういう日々を過ごしてますか？何かわからないけど、イライラしたり、モヤモヤしたり、そんな感情を抱いたりはしてないでしょうか？そんな時、もしも覚醒できたらとか、本当の自分に出会い、運気を上げることができたら、なんて思ったりしたことありませんでしょうか？そこで今日は、すでに覚醒している人が使っている4つの言葉をお伝えします。その言葉をあなたが知り、そして実際に使うことで、お金や人間関係、仕事上の悩みなどが解消され、運気が上げ続けられるように、少しでも力になれたらと思います。そう聞いてあなたは、私も覚醒できるの？とか、もしくは、本当にできんの？とかって思いませんでしたでしょうか。でも、それらの心の声というのは、実は今まであなたの覚醒を邪魔してきた声でもあるんです。ですから今日は、そのような邪魔をする心の声を跳ねのけ、覚醒するために簡単な方法をお伝えしていきたいと思います。覚醒するとは、まず覚醒するというのはどういうことなのか、それを知ってほしいと思います。覚醒というのは、自分自身と向き合い、自分の中にある本当の力を見つけ出し、それを生かして生きるということを意味します。あなたが覚醒できた場合、数えきれないぐらいの成果を得ることができます。そのような覚醒をした時に得られる成果として3つをご紹介しましょう。1つ目、直感力の向上。これが得ることができます。覚醒すると自分自身の直感により敏感になります。それにより適切な選択ができるようになります。すでに覚醒している人たちは、自分自身が感じる直感により、より適切で、より未来を良くする選択が自然とできています。後で失敗したとか、後悔することがありません。二つ目は、レジリエンスが高くなるということが挙げられます。レジリエンスって何やと思うと思いますが、これは逆境に強いとか、回復力がある、そういう意味です。困難な状況やストレスに直面しても自分を保ち回復する能力、それがあるということです。近年は仕事に関するストレスから働く人たちを守り、企業としての力を高めようとレジリエンスの向上に努める会社も多く出てきています。それは SDGs の影響もあると思います。そして覚醒している人たちというのは、そのようなレジリエンスという能力が高くなっているんです。三つ目、救世主へと近づいていくということが起きます。救世主？自分が？なんて思うかもしれません。でも目の前の人の悩みの解消に役に立てるという時点で救世主だと思いませんか？そんな目の前の人を助けることができるという救世主がどんどんレベルを上げていけば、最終的にはイエスとか釈迦とかアセンデッドマスターと言われる真の救世主になることができます。つまり覚醒するということはその方向に進むということなんです。一人のアセンデッドマスターが出ることで、数億人から数十億人の人を助けることができると言われています。つまり、この地球上の80億人の人々を救うには、数人のアセンデッドマスターがいるだけで救うことができるんです。そして、そこにあなたも向かっていけるということを知ってください。ですから、あなたが真の意味で人類に貢献する、そんな自分であるということを諦めなければ、あなたは覚醒し、その覚醒のレベルを上げていき、本当に人類に役に立つ人間になることも可能なんです。また神様はそれをご期待なされています。では次に、覚醒するための方法をお伝えします。この方法は、マネビという方法を使っていきます。マネビというのを聞いたことがありますでしょうか？マネビとは、目標となる人が行っている行動をそのまま真似して自分のものにするということで、学ぶという言葉の語源です。つまり、あなたが今、覚醒していなかったとしても、すでに覚醒している人が使っている言葉を使うことで、覚醒することが簡単にできるんです。この方法を知らなかったら、最悪の場合、知らず知らずのうちに、覚醒から遠ざかっていく言葉を使ってしまっている、どんどん運気が下がっていくということになりかねません。あなたは驚くかもしれませんが、私たちが日常的に使っている言葉、その言葉で無意識に私たちの人生を左右する、それほどの力があるんです。
言葉には強力なエネルギーがあります。日本では古代から言葉には言霊が宿ると言い伝えられて信じられてきました。確かに運気を左右する力があるんです。ですからあなたも良くない言葉だと分かっていたとしてもついつい使ってしまったり心の中で思ったりしてしまっている言葉ってあるんじゃないでしょうか。するとその結果自分の運気が下がりネガティブな状況になったりすることもあったと思います。僕も中学生の時にそのことに気づきました。友達に勉強の成績が最近落ち込んでるというようなことを言ったりすると本当にその次の試験で成績が落ちていくことに気づきました。それ以降落ち込んでるとかいう言葉は絶対に使わないようにしようと思っていました。今の時代の言霊は多くはネガティブな方向で出やすいんです。だからポジティブな言葉を使えばいいというアファメーションというのは機能はしません。それには理由があるんですが、今日はそのことはお伝えしませんけれども、ネガティブな、あえて自分を卑下するような言葉は、それは現実化しやすいので、その発言はやめるようにしてください。少し話がそれましたので戻します。すでに覚醒している人たちが使っている言葉、それはどんな言葉を使っているんでしょうか。あなたは知りたいですよね。今まであまり意識してこなかったと思いますが、運気が上がり続けている人は実は共通する言葉を使っています。もちろん今覚醒している感覚なんかないという人でも大丈夫です。そんなあなたのためにこれから使うだけで覚醒できる言葉をご紹介していきます。口癖やよく使う言葉を変えるだけであなたの運気は上がっていきますので、ぜひ今日の動画を見て実践し意識を変えてください。覚醒している人が使っている運気が上がり続ける言葉、一つ目、私は十分な価値がある存在である。これです。覚醒している人たちは他人の評価ではなく自分の存在そのものに価値があるということを忘れていません。あなたはあなた自身に価値があるということを忘れていたりしませんか？あなたそのものがすでにもう価値があるということを認めることが大切なんです。その上で自分が何の提供ができ、どのように他の人を豊かにすることができるのか、そんなお役立ちをぜひ考えていってください。大事なのは他の人のお役立ちの前に、あなたは十分な価値がある存在であることを自分で認めることなんです。確信していること、これが条件です。あなたに価値がないのに、どうして他の人を幸せにすることができるんでしょうか？あなたにはできるんです。二つ目、私は可能性に満ちている。すでに覚醒している人たちは、自分は可能性に満ちているという言葉を使うことで、自己肯定感につながり、その意識が強化されます。すると、結果として良い結果が引き寄せられるということになります。そして自分には可能性がありますから、より大きな可能性にチャレンジすることにつながっていきます。ぜひあなたも、あなたの内側にある無限の可能性を信じてください。三つ目、私はあなたに感謝しています。すでに覚醒している人たちは、自分自身や周囲の人、自然や環境などに、たくさんの感謝の言葉や思いを積極的に表現しています。なぜならば、すべての成功に自分自身や周囲の恵みに感謝することが必要であり、運気が解放されるということを知っているからです。ぜひあなたも今あるすべてに感謝し、それを大切にすることがあなたの成功につながることを確信して、言葉に出すことで変化を実感してみてください。そしてこれは絶対に忘れてはいけないという最後の言葉、四つ目の言葉があります。四つ目、流れにお任せします。これです。これは非常に大切な概念なんですが、自然の流れや宇宙のリズムに身を委ねるという意識を持つことがさらなる覚醒に至ります。大いなる流れに身を委ねるという言葉や概念があなたの行動や決断をより自然な、より発展する形に調和してくれるんです。大きな流れに身を委ねることがそもそも運気が良い方向に導かれるということをすでに覚醒している人たちは知っているんです。そのような大きな流れを意識し、身を委ねる、任せるということが宇宙自然と調和しているとも表現できます。以上がすでに覚醒している人たちが使う言葉4つということでお伝えしました。この4つも流れになっています。まず1、私は十分な価値のある存在であると知っていて、そして2、私は可能性に満ちていると自覚し、3、この成功は私自身とあなたのおかげです。
感謝していますという意識で生活をしながら言葉にも出すということを日々行っています。そして最後に流れに身を任せるという言葉や概念を腹に落として自分の行動や決断を自然のいい流れに調和させているんです。これで運気がいい方向に導かれていくということを知っているからなんです。では今日の話をまとめましょう。今日はすでに覚醒している人たちが使っている運気が上がり続ける言葉4つをお伝えしました。この4つの言葉を日々の生活の中に取り入れることであなたは覚醒でき運気を上げ続けることができます。その4つの言葉、1つ目、私は十分な価値がある存在である。2つ目、私は可能性に満ちている。3つ目、私はあなたに感謝しています。4つ目、流れに身を任せます。この4つでした。今日は時間の関係でお伝えしなかった言葉が一つだけあります。でも今日お伝えした言葉が十分にパワフルですので、まずはこの4つをあなたの生活の中に取り入れることをしてみてください。もちろん全部でなくてもいいです。自分が本当にそうだと思えることをまず一つからでも言葉にしてみてください。いろんなことが変わっていきます。そしてやってみて何かの変化があったり気づきがあったりしたら、ぜひコメント欄でシェアをしていただけると嬉しいなと思います。それがこのチャンネルを見ているリスナーの方たちにもものすごく参考になりためにもなりますので、今日お伝えしなかったもう一つの言葉は、成果が得られ始めたら次のステップで役に立ちますので LINE で配信したいなと思っています。ということでこのチャンネルでは予言を通して運気が上がり人生を前向きに生きていける動画を配信していってますので、このチャンネルのフォロー、そして高評価、コメントをいただけると嬉しいです。LINE でつながっていただいた方には、YouTube ではお伝えしきれないことをお伝えしていきますので、ぜひこの動画の概要欄の中にある、予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。今、LINE でつながっていただいた方には、素敵な特典をプレゼントしてますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ブリのアラって結構臭みがありますよね。でも味が美味しい。そんな時に、僕は臭み消しとしては、まず塩を強めに振って30分から1時間置き、それから熱湯にくぐらせます。頭の部分は1分ぐらい。それ以外は20秒ぐらい。それで揚げてから急激に冷やして、冷えたらぬめりとかを水で洗い流します。そうすると臭みが消えてるので、おすすめです。ということで、ではまた。